主人の実家の実家が9人も原爆死です。もうすぐ家はそこですから、うん、願いを込めていつも祈りに来てます。永遠の命ね、亡くなった人の永遠の命をね愛しに来てます。それともう世界平和ね、平和を願ってます。それだけ。長崎広島の参加を発信していくために皆さんでこの象徴集会を作り上げていきましょう。今日はよろしくお願いします。